こんにちは、猫の花です。独学で、サイト作ってみました。独学でどの程度、作れるのか、早速お見せしますね。こんな感じ。このサイトのリンクは概要欄に貼っておきます。私のこだわりポイント。このメニュー欄に矢印を持っていくと、下にラインが現れるところと、下のアイコンに矢印を持っていくと、 ちょっと浮くところ。最大のこだわりポイントは、ホーム以外のページに、ハンバーガーマークを設置。この3本線を押すとメニューが現れるところです。続きは、実際にサイトに来てみてみてください。今回はサイトの作り方の解説をしていこうと思います。動画の内容は超初心者向けです。サイトってどうやって作るの HTML って、微人もわからないよ、って、傾けです。私、子供の頃から、自分でサイト作りたいなーって思っていました。VTuber モデルもそうですが、書くのも、作るのも、好きなので、初めてネットに触れ、サイトを目にした時の感想が、私も作りたいなー、でした。そう思ったものの、特に必要性がなかったし、検索しても、 よくわからなかったので、実際に作り始めたのは去年、完成したのは、ついこの間です。皆さん、何か作りたいと思ったら、〇〇の作り方、って検索しませんか私も、サイトの作り方、ホームページの作り方、で何度も検索したことがありました。すると出てくるのが、こんなの、業者に頼む、ワードプレスなどの CMS を使う、 HTML と CSS で作成する。両者に頼む以外、専門用語が並んでいて。さらにこの専門用語を例えば、CMS とは、で検索すると、さらなる専門用語が出てきて、永遠に検索し続ける迷宮に迷い込みます。解説者がプロフェッショナルすぎて、初心者には理解できない。私がアホなだけかもしれませんが、 そこで専門用語をできるだけ、専門用語を使わずに解説していこうと思います。まず、サイトを作る方法は大きく3つ。両者に頼む。サイトを簡単に作れるサイトで作る。自分でサイトを作る。です。ワードプレスはサイトではなくソフトやアプリ的なもののようなので、この2個目と3個目の間ぐらいになります。 私はあまりお勧めしません。理由は後半に解説します。私が作った方法は一番下の自分でサイトを作る方法で作りました。私が専門用語の迷宮から抜け出せたきっかけはすごくアナログですが、この本です。一応言っときますが案件じゃないです。私、前々からサイト作りたいと思っていたのですが、専門用語の迷宮にはまって先に進めずにいたので、 いろんな人に、私、サイト作りたいんだよね、って言っていたんですよ。その日も、知り合いのプログラマーさんの前で一人ごとのように、自分でサイト作りたいな、と言ったら、その人が、スマホでサクサク何か検索して、パッと私に見せたのがこの本です。HTML&CSS と、エグデザイン、入門講座、知識ゼロの私は、何それ、ですよ。 その人曰く、ホームページ作る本。本のどこにもホームページを作るって、書いてないんですよ。ホームページとサイトって何が違うのって思った方、ホームページとサイトはほぼほぼ同じです。もともとはサイトの一番最初のページをホームページと呼んでいたようですが、今ではごっちゃになって同じ意味で使用されているようです。本の話に戻りますが、他にも似たような本を見せてもらったのですが、 どれも、サイトの作り方、ホームページの作り方、と書かれておらず、HTML、CSS 基礎。これだけで大丈夫 HTML。って感じのタイトルでした。これじゃ初心者は見つけられません。というわけで、私はこの本を買って読むことにしました。タイトル回収ですが、教えてもらったのはこの本のタイトルだけで、あとは独学です。 独学の方法は、この本が30%、あとは Google 先生に頼りながら制作しました。この本だけでも、簡単なサイトは作れます。では、超初心者向けの解説いってみよう。まず、本のタイトルにもなっている、HTML と CSS。HTML は、サイトに表示したいものを表示するための言動。 CSS は、HTML で表示したいもののデザインを整える言語。言語とは、手方のために実物をお見せします。パソコンだと HTML って実はすぐ見れるのご存知ですか例えば Google で右クリックして、ページのソースを表示、をクリック。これが HTML と CSS です。ね。 文字で書かれているでしょう。これは無意味な文字の羅列ではなく、意味のある文字が並んでいるので、言語と呼ばれています。山格好が使われている部分が HTML で、中格好が使われている部分が CSS です。.js は JavaScript の拡張紙で、また別の言語です。ここをクリックすると、JavaScript の中身も見れます。JavaScript は、 また奥が深いので、今回、私のサイトでは、使用しないことにしました。ここまで動画を見て、それで、その文字を一体どこに書けばいいのって思いませんでしたか。答えはテキストエディターです。本にはそう書いてありました。ですが、超初心者の私は、またしても、何それ。初心者がつまずくのは難しいところじゃなくて、こういう、 プロフェッショナルには常識だと思っているところなんだと思います。さらに、この本がおすすめするテキストエディターの配信が終了していて使えませんでした。仕方がないので、Google で検索して Windows が無料で配布している Visual Studio Code をダウンロードして使っています。テキストエディターをわかりやすく説明すると文字データだけの文章を書くソフトです。 Windows を日頃使われている、傾けに説明すると、メモ帳もテキストエディターです。メモ帳って何って方のためにお見せします。これがメモ帳です。このソフトは文字は入力できるけど、フォントサイズを変えたり、フォントのデザインを変更したりはできません。文字を入力するだけのソフト、それがテキストエディターです。 今回はこれに HTML を入力します。入力めんどくさい方のために、このデータのリンクも概要欄に貼っておきます。そして、保存。ファイルの種類をテキストドキュメントから全てのファイルにします。この時、保存名はインデックス HTML。HTML は拡張し、 半角英数小文字で拡張子まで入力します。インデックス部分は変更してもいいですが、サイトのトップページだけはこの名前にしましょう。インデックス HTML にしておくと、サイトのメインアドレス、例えば〇〇、00.com とか〇〇、00.jp だけで、そのトップページを表示してくれます。概要欄のリンク先のデータ名は、サイト、 HTML になっていますが、中身はこれと同じデータです。先ほど保存したものをダブルクリックで開きます。すると、タイトル名のところはここに表示されます。H1 は一番大きい文字。H2 は二番目に大きい文字を表示します。H3、H4 とだんだん小さくなり、 H6 まであります。IMG は画像を表示。D は文章を表示。A はリンクを貼ることができます。リンク先の私のサイトに飛びました。ですが戻ります。HTML だけだととても味気ないですね。全部左に寄ってるし、これを CSS でデザインしていきます。時短のために CSS は先に準備しました。 ただこのままでは何も起きません。さっきの HTML データを開き、この HTML データがさっきの CSS データを参照するように書き足します。上書き保存し、もう一回開きます。いかがでしょうか先ほどまでモノクロだったものが何ということでしょう。背景は水色に、文字は赤みがかった黄色に、参照した CSS を詳しく見ていきましょう。 ボディは表示されている部分全体です。その全体のバックグラウンド、つまり背景をライトシアンに。カラーは文字の色を表しています。シャープ p 6 6 9 9 99はくすんだ緑色。色の表し方は3種類あって、英語で色面を入力する方法と、カラーコード、 シャーププラス6桁の数字とアルファベット。それと RGB 値プラス、不透明度で入力する方法があります。リ v は何にでも使えるやつで。今回は中央揃えにするために使いました。テキストはラインセンター。英訳すると、文字の位置を中央にって意味になります。H1 は文字をオレンジ色に。フォントサイズを50ピクセル。 ピクセルは長さの単位で、メートルとカインチの仲間です。文字の位置を中央を揃えに。H には文字をシルバーカラーに。フォントサイズを16ピクセル。文字の位置を中央を揃えに。IMG は横幅を300ピクセル。角を10ピクセル丸くする。T は背景をアイボリーに。文字はくすんだ緑色。横幅は300ピクセル。 高さが24ピクセル。余白が、上は0、右がオート、つまり自動調整。下が20ピクセル、左が自動調整。角を12ピクセル丸くする。文字の位置を中央を揃えに。A はリンクの文字をロイヤルブルーに。カーソルをリンクの上に持っていくと、ライム色に。CSS を一つ一つ読むと、まるで、 指示書のようです。サイトのデータは、こうやってできています。ここでポイント。HTML のボディや、H1, IMG, T, DIV など、山括弧の中の初めの単語をタグと呼びます。そして、CSS の中括弧の中の、点々の左側をプロパティと呼びます。タグやプロパティは、他にもいっぱいあって、 これらの使い方が、サイトの仕組みとともに詳しく載っているのが、先ほど紹介した HTML の本です。でも、入門編なので全てを網羅しているわけではありません。例えば、はじめに紹介した私のサイトのこだわりポイントのやり方は載っていません。載っていないものは Google 先生に聞けばいいのです。例えば、ハンバーガーマーク。HTML。 ハンバーガーマークで検索します。するといっぱい表示されます。コピペするだけでいいように、いろいろな人がいろんな HTML と CSS を公開しています。この中から自分が理解できるものを探します。HTML と CSS を英訳したり、〇〇とはで検索したり、私は英語が苦手なので Google 翻訳にコピペしてます。 AI に聞いてもいいですし、AI はたまに嘘スを教えてくるので要注意ですが、これらを HTML は HTML の表示したい部分に、CSS は CSS に、それぞれコピーして貼り付ければ、完成です。ここで、 ビジュアルスタジオコードの紹介をしたいと思います。これも案件じゃないです。先ほど、メモ帳で HTML を入力しましたが、メモ帳より、ビジュアルスタジオコードの方がおすすめです。先ほどの CSS データをビジュアルスタジオコードで開いてみましょう。カラフルですね。テキストエディターは文字のデザイン変えられないんじゃなかったの。そう思いでしょう。 これは、私が色をつけたわけではなく、このソフトが文字の種類別に勝手に色分けをしてくれます。そのおかげでもし、スペルを間違ってもすぐに気づくことができます。それともう一ついいことが、色関係の文字の左側に、実際の色が表示されます。これで完成図が想像しやすくなり、さらにこの色のところにカーソルを合わせると、 なんと、他の色への変更が簡単にできるのです。と、いうわけでビジュアルスタジオコードをお勧すすめします。ビジュアルスタジオコードの配布場所のリンクも概要欄に貼っておきます。次は、サイトを作るのに必要なものと、サイトの仕組みを説明していこうと思います。サイトを作るのに必要なものは、サイトのデータ、先ほど作った、 HTML と CSS です。他にも、イラストや写真などの画像データも必要なら、用意しましょう。あと、Web サーバー、ドメイン、ファイル転送ソフトです。また、専門用語が並んでいますね。仕組みとともに、それぞれ解説します。HTML のデータを作っただけではそのサイトを見れるのは、そのパソコンでだけです。 皆さんがいつも見ているサイトのデータは、ウェブサーバーというところにあります。ウェブサーバーはこの、サイトデータの保管庫です。ウェブサーバーはいつでも誰でも、データにアクセスしてサイトを見ることができます。誰でも見れますが、データを保存したり、書き換えたり、消したりは権限のある人しかできません。準備するの大変そう。安心してください。レンタルサーバーというものがあります。 レンタルサーバーとは Web サーバーのレンタルで、それを業務とする会社があります。レンタルといってもサーバー本体をレンタルするわけではなく、そのサーバーにデータを転送して、サーバー本体の管理はその会社がします。利用料は月額0円から5000円くらい。0円は広告がつきます。その広告料で会社は儲ける仕組みになっているので、練習が0円でできます。 つまり、練習し放題です。さて、次に必要なドメインとは、サイトのアドレスです。URL と呼ばれることもあります。これは、レンタルサーバーの契約と一緒に、無料のドメインをもらえたりもします。ですが、もらえなかったり、別のドメインがいいなら購入する必要があります。ドメイン取得、で検索すると、販売サイトが出てくるのでそこで購入できます。ただ、 早い者勝ちです。私も、猫の花 .com にしたかったのですが、先を越されていました。X も、YouTube も、先を越されていて、サイトごとに、ID がバラバラです。最後にファイル転送ソフトですが、これは、自分のパソコンから、レンタルサーバーにデータを送るためのソフトです。FTP と呼ばれています。これも無料で配布されています。 一応、おすすめのソフトのリンクを概要欄に貼っておきます。ワードプレスについて話しましょう。ワードプレスはサイトのデータを簡単に作れるシステム、ソフトで、すでに用意されたデザインから選び、そこに文字や画像を当てはめていくものになります。デザインの自由度が低いというデメリットがあります。デザインにこだわりがなくかつ、 簡単に作成したいのであれば、サイトを簡単に作れるサイトがおすすめです。サイトを簡単に作れるサイトは、サイトを作るのに必要なもの、サイトのデータ制作、ウェブサーバー、ドメイン、ファイル転送ソフト、これらが必要とする作業が全部一つのサイトでできるためです。ただ、デメリットもあります。 それは、サイトデータがそのサイト内にしかないため、もしそのサービスが終了すると、すべてデータがなくなります。サイトを簡単に作れるサイトをお勧めしといてなんですが、特にお勧めのサイトとかはありません。作りたいサイトの種類によって、適したサイトを作れるサイトがあるので、テレビで CM しているベースは、販売サイト専門のサイト制作サービスですし、 サイト名を忘れてしまいましたが、前に SNS を簡単に作れるサイトなんてのもありました。ネットの中にはいろんなサービスがあるので興味のある方は探してみてください。これで解説は終了です。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。